岩村は13歳に。通過記念の一つで、古代では女子の13歳は大人の世界に入る聖女子でした。中世の頃から13歳の厄払いのためで、13歳の風習が定着しました。これまでは可愛らしさを表すため、肩上げをした着物を着ていましたが、この年になると大人と同じような着物を着るようになります。3番目は成人式。社会的に一人前の成人になることを公的に認める儀式で、成人の日に新しく成人になった人を祝います。江戸時代までは男子は15歳で果敢な儀式を行っていました。この儀式は二十歳になったのは戦後です。二十歳になった女性は振り袖で華やかな儀式をします。4番目は結婚式。花嫁衣装は大きく分けると白塗りの装い、打ち掛け姿、振り袖姿の3種類です。現在は披露宴の中でお色直しをして、色の濃い人では可愛らしい華やかな装いに集まり、さらにカクテルドレスに使うケースが多くなりました。時代とともに結婚式の形態や婚礼衣装は変わってきましたが、人生における厳粛な儀式のための装いですから、格式と気品のある装いを心がけたいものです。ここではお色直しの結びをご披露いたします。5番目はお宮参り。ご遺宅を初めて氏神様に参拝させるもので、新しく氏子となることを氏神様に手合わせ肩を縫うものです。普通は男児32日目、女児は33日目に参拝しますが、地方によって異なることもあります。ここでは宮参りの着想もご披露いたします。母親は付け下げ訪問に縁起の良い帯結びをします。6番目は小学校の入学式。子供の初めての小学校入学式。主人公は子供ですので、落ち着いた色文字で包まれます。色文字に合わせて帯は黒帯を華やかに結びます。7番目は高等学校の入学式。義務教育を終えてあえて高校への入学です。子供と共に入学を喜びたいものですが、ここでも子供が主人公ですので、落ち着きのある色文字で進みます。帯は袋帯を合わせています。着想が終わりました。帯の紹介をいたします。ステージ左より13歳に。帯結びの名前は長文庫です。文庫は江戸時代武家の最初も結びましたが、現在は若いお嬢さんの帯結びです。この帯結びに変化をつけ、可愛らしく仕上げました。おでんは成人式。帯結びの名前は華やかです。先ほどご覧いただいた地層でも使用した美容姿という道具を使って結ぶこともできます。私たちが成人式を迎える時にも挑戦できる帯結びです。モデルは結婚式。帯結びの名前は費用です。この帯結びも
美容姿という道具を使って自分で結ぶこともできます。華やかなホームページに合わせて豪華なウィルスに仕上げています。モデルありがとうございました。